バイキングは1986年2月22日に打ち上げられたスウェーデン初の人工衛星。1987年5月12日に運用終了。バイキング計画は宇宙機関であるスウェーデン国立宇宙委員会からの契約のもとスウェーデン宇宙公社が取り行った。バイキングの目的は地球の磁気圏、電離圏における 複雑なプラズマプロセスの科学的観測であった。また、スウェーデンの衛星事業を発展させる目的も存在した。形状は幅1.9メートル、高さ0.5メートル、八水台形をしており、宇宙空間で長さ40メートルのアンテナを水平方向に4本、4メートルのアンテナを垂直方向に2本伸ばしている。打ち上げ時の重量は535.0。 キログラムで、乾燥重量は286キログラム。1986年2月22日1時44分35秒に、スポット1のピギーバック衛星として、ギアナ宇宙センターからアリアン1ロケットによって打ち上げられた。スポットの展開後、バイキングは搭載していたアポジキックモーターによって、極軌道に投入された。バイキングは5種類の測定実験を行った。 極地上空でコイルアンテナをつけた長いブームを使い、プラズマ流や高エネルギー粒子を7台のセンサで調査したほか、電解や磁場の測定、0から 15kHz の低周波や10から 500kHz の高周波、紫外線などの測定実験を行った。非常に有用なデータが大量に収集され、オーロラが発生する仕組みや、 サブストームのダイナミクス、磁気圏に向かう電離圏プラズマの放出、などといった研究に、大いに貢献した。ABCDEF バイキングガンター、S スペースページハット ABCDEF バイキング、JAXA 宇宙情報センター、ハット AB バイキング、NSSDC マスターカタログ、ハットサイエンティフィックリザルツフロムザスウェディッシュバイキング、サテライトハルタキビスト、ベント、ステータスレポート、 1988スウェディッシュインストオブスペースフィジクスキルナありがとうございます。